はい、中国の通信販売アプリ、テムで、ハンドクリーナーを買ってみました。しかも、充電式なので、コードレスになります。はい、で値段がなんと1074円。激安ですね。まあ、もともと定価も安いですからね、2600円なんて。コードレスですよ、コードレスね。はい、で、車のね、掃除に使えたらなと、こういうところとかね、まあ、ね、狭いところとか。で、車の、まあ、カーペットだとすると、こういうブラシになってるといいですね。はい。ではね、どんなものなのか。では、確認していきましょう。このね、掃除機です。さあ、どんなもんか。ちょっとちっちゃい気がするぞ。まずは。はい。じゃあ、中身を開けてみましょう。はい。なんかちっちゃい気がするぞ。はい。で、こんな。箱自体はね、いや、やっぱ案の定ベコベコですね。はい。で、説明書がついてるんですけど、英語ですね。はい。なんか読む気にならない。はい。で、品物は、はい。これが本体だ。本体ね。こういう作りですね。ちゃんとね、USB Type-C の充電口があります。はい。じゃあなんか挿してみようかな。はい。余ってるやつがあれば。これ赤いランプがついて充電が確認できます。はい。で、続いてこれね。はい。こういうものがついてました。多分ね、これをこうつけるんでしょうね。はい。ね。で、これをこうつけるんでしょうね。もう、マニュアル読まなくても大抵の人はわかるでしょうね。こうね。こんな感じですね。で、先っちょに、まあ、車の掃除する人はこれとか。ね。これをつけるんでしょうね。はい。つけました。で、場合によってはこのブラシを、このさらに先につけると、はい。ブラシになりますね。で、なんと、銃みたいです。はい。ね、まあ、ちょっと、銃なわけないけどね。はい。で、あと、後ろに、これをつけるんだ。後ろにこれを。回すのかな？ちょっと。まくつかないですね。あ、ついたついた。ね。回してつけます。そうすると完成品がこんな感じですね。はい。おお、かっこいい。ピストルみたい。ね。で、多分ここにゴミが溜まるんでしょうね。フィルターでね。で、こう、この先で吸い込んできて、ここに埃が溜まって空気だけ後ろに出すってことですね。はい。ちょっとね、回してみますね。どんな感じか。あ、しっかり。かなりうるさい。かなりうるさいぞ。で、あ、しっかりと吸い込みますね。しっかりと吸い込みます。はい。で、後ろからめちゃくちゃエアが出ます。これもしかしたら、浮き輪膨らませることができるんじゃないかな。買わな、あの、浮き輪のやつ買わなくてよかったかもしれない。膨らますことができる。で、空気抜くときは、こっち側からこう外して、あ、しっかり吸うね。あ、これ、空気入れ、これで良かったかもしんないや。ね。ということで、ハンドクリーナーです。はい。ね。これね、結構いいですね。単なる掃除機じゃなくて、浮き輪を膨らますことができる。これおすすめ。あ、いいの買ったね。便利なやつ買いました。掃除もできるし、結構いいです。おすすめです。